日本のいいとこまだまだあります。日本全国ローカル線気まぐれ旅、足の向くまま気の向くまま、そこには美しい風景と人のぬくもりがあふれています。始発駅から終着駅までガイドブックに載っていない名所探し、とびきりいいとこは地元の人が知っている、ならば聞き込み、いざ出発進行。今回の旅の舞台は津軽半島を南北に走る JR 津軽線。車窓には雄大な陸奥湾、そしてのどかな田園風景。初めて降りる駅から足を伸ばせば日本のいいとこ新発見、再発見。真正面が本当にあれだ、北海道ですよ。あそこ、この辺の近くでお兄さんが好きだなって思うところどこですか？聞き込みで出会ったのは青森の夏の風物詩ねぶた。古くから伝わる郷土芸能に触れ、一ノ国の海の幸を豪快に食らう。しかし、すいません、お部屋空いてますか？宿が決まらず大ピンチ。あんまりとこないですよ。本当この番組始まって以来の宿なし。バスで往復してんの太蔵さんのせいですからね。こたつの日か朝。あ、まだ。どうした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 。なんだこのロケ、きついの。ドタバタの珍道中。せーの。予定は白紙。やっほー。行き当たりばったりの一泊二日。それでは参りましょう。聞き込み、ローカル線気まぐれ下車の旅。旅の始まりは青森県青森市。ここに津軽線の始発駅はあります。結構青森駅大きいですね。今回の旅人は、すいません、ちょっとプライベートなんで。プライベートなんで撮らないでください。プライベートじゃないです。お仕事ですよ。お仕事ですか？はい、おはようございます。なんだ。元衆議院議員杉村太蔵さん、そしてテレビ番組で共演した中の元 TBS アナウンサー田中みな実さん。リンゴ店は本当だ。聞き込みしましょう。お母さん、ちょっと教えてください。はい、リンゴ屋さん、こんにちは。うわ、すねえ、いっぱい、こんな種類すごいいっぱいあるね。中にも食べてみますよ。食べてみたい。すいませんね。あ、どうも。え、これ皮ごといけるんですか？うん、いけるいける。本当に？ありがとうございます。皮と身の間に、うん、栄養があります。甘いね、やっぱり。甘い。やっぱりリンゴでもどこで違う、うん、ね、そうですか。お母さん、津軽線よく乗りますか？ところで津軽線、うん、乗るっちゃ乗る。乗るっちゃ乗る。なんかいいとこありますか、この津軽線の沿線で？近くに例えば油川で降りたらどっか行った方がいいよっていうおすすめの場所とかありますか？油川ったら飲み屋公園とか。そうだよね。公園、公園どんな感じなんですか、その公園っていうのは？結構広いよね、飲み屋公園。広くて、うん、なるほど。次何やったか、沼みたいなのあったかな。沼沼？選ぶなとか選ぶな。いいじゃん。じゃあ野際公園。いやいや、大したことないって。大したことないけど、大したことはないです。言われてますよ。ちょうどいいね、それはね。大したことないぐらいがちょうどいい。ありがとうございます。どうも、すいません。ありがとうございました。行ってきます。行き先が決まったところで、いざ青森駅へ。この あった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 、このブルーのやつ。ありましたね。はい、隣が油川。油川です。最初に下車するのは野際公園がある油川駅。でも他にも気になることが。そうか、今日の宿とかも全然決まってないですもんね。そう、まず宿決めたのがいいと思うんですよ、うんうん、不安。不安ですか？不安です。大丈夫、僕がいるとどこでも大丈夫。余計に不安。この時刻表を見る限り、みんま屋は多分大きいじゃないですか。でその間のカニタっていう駅もおそらく大きいんですよ。何ですか？特急が止まるから。頭いい、その発想頭いい。だからカニタ駅でいい旅館があるんじゃないかなと。ありますね。私はなんとなく思うんですよね。なるほどね。ということで宿泊はカニタ駅。田中さん、しっかり者。
買っていただけるんですか。はい、ありがとうございます。太蔵さんは待ってるだけ。あ、嬉しい、津軽線初。田中さん意外と鉄道好き。太蔵さん急いだ方がいいかもしれません。嘘、意外と広い。最初からドタバタ、先行きが不安です。これですね。そうです。発車します。発車いたします。向こう押すんだ。お邪魔します。かわいいピンク色。どうも。あら、昭和26年開業の津軽線はカニタを通っているため、地元ではガニ線の愛称で親しまれています。車両は2種類。ごめんね、お邪魔します。ごめんね、無理ね、大変。あれだ、押して開ける式だ。そうですよね。どうもお邪魔します。すごい、すいませんね。野際公園はご存知ですか。あ、野際公園は分かってます。なんかあそこはいいとこですか。まあ静かで、あれだけども、いや別にそれ知ってる。青森駅出発しました。出発。いやー、いいですね。今日天気も良くて ね。JR 津軽線の旅スタートです。青森県の津軽半島東部を南北に走る JR 津軽線は、陸奥湾沿いを行く全18駅、路線距離 55.8km の絶景ローカル線。旅の目的は地元の人に聞き込みし、10の名所のオリジナルガイドマップを作ること。手助けは時刻表と地図のみです。連結がね、離れるんですよ。秋田方面行くのと青森方面行くのと、これの連結が見たくって電車で来ちゃいました。田中さん、そんなに鉄道好きだったんですね。そろそろ出発して4分。すごい、見たことない電車がいっぱい。これもう使わなくなった電車ですよね。ここは青森車両センター。廃車になった列車も置かれています。こういうの一応しますか。します。好きなんですね、列車は。伊藤さん、ちゃんと電車の中から名所らしきものも探さないと。はい、申し訳ありません。見つかりませんよ。はい、すいません。あら、いい雰囲気の駅だな、これ。本当。青森駅から7分ほどでお隣油川駅に到着。目当てはリンゴ店のお母さんから聞き込んだ野際公園。降りるときも押すんですか。ああ、おお、ちょっと危ない。危なかった。どうも、ご苦労様です。どうも、ご苦労様です。かわいい、いいですね、大蔵さん。よし、油川到着しました。いいね、なんかいい予感がするよ、僕は。本当ですか。うん、あ、自動改札ではないんですか。そうです。あ、これ今珍しいですね、もうね。津軽線ほとんどこんな感じですか。そうです。あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあ次の電車。ちょっと。え？これ時刻表？嘘。これ時刻表ですか？また。今この10時44分ってやつですか？はい、44分に来たから次やっぱり1時26分ですね。11時12時じゃ来ないんですか？ないです。はい。本当？やばいじゃん。
津軽線の列車はだいたい 2,3 時間に1本乗り遅れるととんでもないことに。さあどうですか。そうですね、油川にやってまいりました。なんだろう、なんですか、どうですか。開けてる、ね、開けてるとにかく人を探さないといけませんね。そうですね。あの方はどうでしょう。あ、いいですねこんにちは。こちらお住まいなんですか。はい、すみません、ちょっと伺いたいんですけど。何でしょう。野際公園っていうのが有名って聞いたんですけど。野際公園ありますけど、こっち行ってね、こっち行って右へ曲がってまっすぐ行けば何キロかな。何キロ、何キロ、あっち行って右、うん、でこっち行くと何がありますか。こっち行くと西田沢だから特別ないですね油川の名物って何ですか。なんかゆか聖徳太子のお墓とか。水沢は今作ってるところはありますけどね。どこですか。ちょっと待ってください。おおお、ちょっと待ってください。ねぶたといえば青森を代表する夏祭り、待つことしばし。俺の様子はね、ちょっと出せません。あ、子供ねぶたなんですよ。へえ。中に入ってるけどちょっと出せませんので。え、それ見てもいいんですか。見てもいいけど反対になってるから。反対になってるんだ。野際公園に行きましょう。じゃあ行ってきます。よろしく。どうもありがとうございます。すいませんでした。また感想申し上げますから、はい、会場にまた寄ります。ねぶたがあるってどういうことなんでしょう。だから閉まってんじゃないですか。帰りちょっとまた時間があったら聞いてみます。時間があったら、ええ、ねぶたも気になりますが、まずは野際公園を目指すことに。ドキドキする。何だろう、何があるんだろう野際公園に歩き始めて30分。なんかあの公園らしきものが全然見当たらないんですけど。そろそろ着くはずなのですが。これですね。嘘これだ。嘘だ、だって看板ないもん。そう、ダメダメです。これじゃダメはぁ、なんです。あ、急に、あ、なんか公園っぽくなってきましたね。なんかね、突如として現れました。結局40分歩いて野際公園に到着。野際公園、あ、1個目達成。着きました。達成じゃないですよ、中見ないと。見るのこれ。見ますよ。行くの。当たり前じゃないですか。マジで。あ、でもいいかも。湖。うん。沼があるとお勧めされましたが、実は湖。あ、綺麗。綺麗だ、本当に綺麗。ねえ。ねえ、このお花の黄色もすっごく素敵あ、ここはいいわ。いい。東京ドームおよそ7個分の広さを持つ野際公園。中央には農業用に作られた湖が広がっています。最初の認定ですって言うんですか。あの写真撮るんですよ。撮りましょう。撮りすぎ大豆さん、もっと名所に来た感を出さなきゃダメ。出さなきゃダメっていうか、こう出したくないですか。出したいですね。だから究極の一枚を。一枚っていうか写真を撮りに来たわけではなくて、うん、私たちの名所をきちんと楽しんでからお写真に一応形として収めるっていうだけで、写真が目的ではないんですよ。なるほどということで園内を散策。釣りしてます。すいません、釣れますか今日は。いや、あんま釣れないあんまり釣れない。うわ、ほらほらほら、鯉鯉じゃないですもんね、狙いはね。ほんと鯉、鯉なら近くにいますよ。すごい足元まで。うわ、釣れてんじゃん。すごい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 。うわ、ご主人いいタイミングだよ。すごい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 。わーい、釣れましたね。おめでとうございます。すごい、釣れた瞬間見ちゃった。頑張ってください。はい、ちょっと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 、そんな奥まで行く。
公園散策開始から40分。上がっちゃいます？上がっちゃいます。うん、意外と高い。楽しい。すごい絶景だねこれ。 JR 津軽線聞き込み旅、油川駅で下車して野際公園へ。広大な敷地の奥には。うん、意外と高い。楽しい。すごい、すごい絶景だねこれ。いいですね。水鳥も訪れる涼やかな野際湖。夏はハスの花が見頃を迎えます。入り口の看板で満足するとこあったからさ来てよかったですよね。よかったね。来るもんですね。名所登録一つ目は湖畔でのんびり、野際公園に決定。いやー、いい運動になるなこれ。そうですね。はい、戻ってきましたね。最初の駅前のおじさんに聞いてみませんか。そうしましょう。ご主人、ねぶたの情報を教えてくれたおじさんのお宅へ。ごめんください。おー、すいません、声が来た。ご主人、帰ってまいりました。何かねぶたに関係するものを見せていただけないかなと思って。ちょっと小屋がねぶたは入ってるんだけど、子供の。それちょっとだけ見せてもらってもいいですか。後ろ向きでもいいんで。後ろ向きですか。はい、いやー、よかった、ありがとうございます。すいませんね、いやちょうどいい機会だからぜひ取材をさせてもらいたいなと思って。無理言ってすいませんね。お、わら、これまたすごい。ここは何ですか。神社なんです。神社。あ、そうですか。ねぶたはこの境内に。この中に。この中に。おお、ここがあれですか。うわー、すごい、すごい。これ入座料が出せますけど。ということでスタッフみんなで。そのまま、はい、そのまま。よいしょ、せーの、ゆっくりゆっくり。ストップ、ストップ。うわ、すごい。おぞさん、ありがとうございます。いやー、これは見事ですよ。これはビンキーですね。ユスツネ、そっか、ユスツネとですね。今年のねぶたは弁慶と牛若丸が五条大橋で出会うシーンがモチーフ。ねぶたは毎年新たに作られ、祭りが終わると解体されます。油川のねぶたは1716年に行われたという文書が残っており、記録上最古のねぶた祭りと言われています。名所登録2つ目は300年の歴史を誇る油川のねぶたに決定。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。お世話になりました。思いがけず、よかったですね。油川で2カ所名所登録できました。素晴らしかったですね。完璧な油川滞在でしたね。本当ですね。さて次はどちらへ。あの、屋内には川が流れてるんですよ。ああ、川が流れているところにきっと文明はね。人類4000年の歴史から遡って。太蔵さん、人類の歴史はもっと古いですよ。次は2つ先の屋内駅。来た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 。この3両編成でもたまらなく可愛いです。お邪魔します。お邪魔します。うわ、いい景色だね。田園風景ですね。のどかです。そういえばお昼まだでしたね。次は美味しい名所も発掘できるといいですね。まもなく屋内です。どうですか。いや、ちょっとね、ここ大事なんですよ、太蔵さん。一か八かで降りる感じじゃないんですよね。そうですよ。どうしようかな。
列車の本数がかなり少ない津軽線、駅選びは慎重に。どうしようどうしよう、何しに行くんですか、屋内に何しに行くんですか。お家に帰る、ね、なんか近くに何かご飯食べるとかありますか。ない、あ、ラーメン屋さんある、おります。嘘、足元気をつけてください。ここで売れるの、カメラさん、足元ニッパーマルってね、店あります。え？ニッパーマル。焼きそばとかね。美味しいですよ。焼きそば？どこにあるんですか？そこにあるんです。ニッパーマル。ありがとうございます。ありがとうございます。このニッパーマル。はい、ニッパーマルです。はい。ニッパーマルです。切符回収箱。無人駅では切符はこのボックスへ。あ、すごい。無人駅ってこういうことですね、本当に。次何分ですか。我々今これで来たからまた2時間2時間15時44分まで来ない。そうですよ、もうちょっと行ってよかったんじゃないですか、まだここですからね。まあいいや、ちょっと日本丸行きましょう、日本丸、日本丸行きましょう。はい、田中さん。なかなか、なかなか何ですか。落ち着いたところですね。落ち着いてますね。落ち着きだけはあります、ここは。JR 津軽線聞き込み旅。屋内駅で下車しておすすめのラーメン屋さんへ向かう2人。田中さん。なかなか、なかなか何ですか。落ち着いたところですね。落ち着いてますね。落ち着きだけはあります、ここは。駅から歩くこと3分。ラーメン餃子って書いてあるけど、あれ違うかな。ニッパー丸、ほらありましたよ、ニッパー丸。あ、本当だ。なんでニッパー丸か知らんけど、やってるやってるやってます。やってる、営業中。じゃあ太蔵さん取材交渉、え、いいんですか。お願いします。大蔵さん初の撮影交渉、バシッと決めてくださいね。いや今ちょっと飛び込みじゃないな、聞き込み、はい、聞き込み路線旅のっていう番組やってましてね。聞き込みローカル線、聞き込み ローカル路線旅のってやつやってまして、取材いいですか。あ、いいって。あ、オッケー、オッケーです。やった、あ、どうもお邪魔しよう。いい感じじゃないですか。なんか電車に津軽線に乗ってて、そしたら降りたお母さんがここが美味しいっておっしゃるから食べに来ました。ああ、よいしょ。いやー、よかった、いいじゃない。ニッパー丸開いてて本当に、いやー、よかった。こうニッパー丸ってなんかいろいろと毎月28日はニッパーの日とか、これどうして28なんでしょうか。ここの前の国道のが280号線なんです。なるほど、だからか。そういうことね。なるほど。津軽線とほぼ並行して走る国道280号線沿いに立つ、その名もニッパー丸。何がおすすめなんでしょうか。長峰山ラーメンです。何ですかそれ。地元の山の山があるんですね、うん、私たちお話伺った方が焼きそばもおすすめっておっしゃってたんですけど、あります、焼きそばもあります。そうか、じゃあ焼きそばと長峰山ラーメンにしますか。あと餃子もね、餃子も美味しそうです。餃子と醤油ラーメン、醤油ラーメン、醤油ラーメン、はい、そんなに頼んで大丈夫ですか。お店おすすめの長峰山ラーメンは手打ちの太麺にもやしとひき肉入りの甘辛スープをかけたら完成。一方醤油ラーメンは細い縮れ麺にメンマと自家製のチャーシュー。はい、長峰。よっしゃ、これは長峰。あら、はい、どうぞ。うわー、これが辛いやつ。おー、甘辛です。長峰山ラーメン、長峰山の一番目。ありがとうございます。はい、はい、餃子になります。はい、どうぞ。お、うまそう、うまそうだね。美味しそう。醤油の方は、うん、だしに絡むようにこう細麺でチリチリで、長峰山はスープが濃いので。
陸奥湾で採れたホタテや煮干しなどから出汁を取ったこだわりのスープが自慢の醤油ラーメン。あ、間違いなく美味しい。全然辛くないですか？ちょっと辛い。辛めの味噌ラーメンですね。うん。あれ本当だ。そっち細麺の縮れ麺だけど、こっち太麺。うん。うん。ご主人、はい、麺ももちもちしてうまいですねこれ。焼きそばやってますよ、焼きそば。うん。裏メニュー。裏メニュー、裏メニューね、書いてないもんね。確かに焼きそばは知る人ぞ知る裏メニュー。ラーメンの麺を茹でて水で締めてから炒めるそうです。うん、うん、キャベツの甘みがちゃんと出てますね。2人ともハイペースで平らげます。うまいね。美味しいです。癖になりません？名所登録3つ目はラーメン店ニッパー丸。味もこだわりも30丸でした。おすすめの食後ご主人に聞き込み。陸奥湾。陸奥湾、おすぐそこ、お、何があります陸奥湾で。陸奥湾ホタテ、甘くて、うん、甘すぎホタテ、うん、でかくて、うん、醤油、醤油、私はもうすごいよ。あの、この駅降りろっつうの。駅、それこそこれ高山か。まあ海水浴場あるからね。海水浴場行く？ちょっと行ってみます。海水浴場がある高山駅は5つ先。次の列車まで時間があるので、まずはここから陸奥湾に向かうことに。ごちそうさまでした。はい、はい、どうも、はい、ありがとうございます。うちはこれ出て左で右。うん、じゃあ、これ分かってんね。案内しましょう。お店大丈夫ですか？うん、大丈夫です。あら、店を出て少し歩くと、あ、もうそこだ。へえ、わあ、すごいですね。これは気持ちいいね。これは津軽湾？お母さん、津軽湾、陸奥湾、陸奥湾、こんにちは。はい、こんにちは。いやー、すごいね。そう、どっちから来てんの？東京から。あらまあ、ご苦労さんだね。あー、もうこっからすぐ船入るんだ。すごい。あ、今たった今ここの入試帰ったもんね。あ、そうですか。うわ、すごいね、これ。あ、船が。なるほどね。このままスーッと行くんだ。このままスーッと入るんですか、お母さん。あ、確か。はい。あ、森の保護部ね。清水だけや。うん。今、あの、ホタテの日が朝。あ、待って。どうした、どうした、どうした。どうした、どうした、どうした。ちょっと、急に。あなたでもなんか。違う、今、テレビだって今気づいたんですよ。そうなの？港を散策しましょう。うわー、綺麗。これ全部ホタテの網？これ両サイド全部。本当だ。すごい。4月から6月にかけて水揚げされる陸奥湾のホタテ。今年は豊漁だそうで、多い日だとここ屋内港だけでも1日100トン。身が柔らかくて肉厚、甘みがあるのが特徴だそうです。いや、でもいい。上がってみましょうよ。そう？いや、いい、最高。いや、気持ちいいね。気持ちいいです。誰もいないし。でもこれ見てください、ほら。あ、ちっちゃいホタテ。かわいい。いいね。かわいいホタテ。いやー、いいね。名所登録4つ目はホタテ漁で盛り上がる夏の屋内港に決定。ありがとうございます。すっごく絶景でした。いいとこでした。いいよね、結構。どうも、はい、うん、ありがとうございました。
お世話になりました。そのおすすめしていただいた郷沢に行ってみようじゃないかと。行ってみようじゃないかと。はい。次はニッパー丸のご主人おすすめの海水浴場がある郷沢駅。あ、来た。みんな急いで。乗り遅れたら大変なことになりますよ。なんか一両編成なんですけど。一両。どうもお邪魔します。すみません。先頭がいい。もうここで終わり。先頭がいい。立つ？本当津軽線は本当にずっと乗ってみたかったんですよ。嘘つけよ。本当。路線図見るの大好きなんですよ。で、あ、ここにも電車通ってるんだと思って、それ JR だったから、うん、あ、意外と JR もここ通ってんだなと思って。ですか。そう。ということで。真剣で。列車は爽やかな風が吹き渡る緑の田園地帯を駆け抜けます。一方、泰造さんは、もともと衆議院議員だったんです。衆議院議員だったんです。今日そのマップを探してるんですよ。どっかいいとこないかなと思って。残念ながら情報を得られず。なるほど。すみません、お付き合いいただきました。ありがとうございました。よいしょ。いやー。お満足しましたか？はい。列車に揺られること25分、郷沢駅に到着です。教えてもらった海水浴場、楽しみですね。ありがとうございました。はい、サリムーンです。次の電車確認しましょう。50分がありますね。1時間もありません、うん、行きましょう。素敵だな電車。森商店、商店があります。本当ですね。商店があります。失礼します。こんにちは。海水浴場の場所を聞き込み。あ、そうです。人ですね。何メートルあるかな。なるほど。1キロ。1キロ。1キロ。その道路に出たらマシに。わかりました。あっちですね。ありがとうございます。あっちの方ですね。はい。よみた村マルシェってありますから。何市ですか？よみた村マルシェ。マルシェ、あの物産館。物産館、ありがとうございます。どうもお世話になりました、うん、行ってきます。国道285号線、これニッパー丸がずっと続いてるんですね。これは歩きますな。直線だから余計そう感じるんでしょうね。歩き始めて20分。あ、マルシェ山下。すごいね。あった、あったあった、マルシェ。あ、よかった。すごい。目印の物産館マルシェよもぎた、その脇を入っていくと、あ、すごい砂浜。いいですね。いいですよ。よし。うわあ。DVD の撮影が始まりました。曲何にしますか？サザンで。はい。使ってあげてください。サザンで。田中アナ。はい。ジャンプジャンプ。ジャンプ？うん。水きれい。そう。うわあ、すごいね、砂浜が細かい。ねえ。いや、これはいい海岸だ。はい。陸奥湾に面しておよそ200メートル続く玉松海水浴場。遠浅で透明度が高く、
家族連れに人気のビーチだそうです。なんか全然腹の中爽やかじゃない2人がさ一生懸命爽やかをアピールしてよかったよかった名所登録5つ目は心まで清らかになる美しい砂浜浜松海水浴場に決定。時間あるもんねまだね。今3時5分で電車50分ですけど。無理じゃん。いや絶対50分乗りたい。間に合いますかね。間に合わせようよ。ちょっと頑張って。行きは20分かけて歩いてきた道です。このペースあと5分続けたら大丈夫。5分？うん、はあ、やばいマジ時間ない。なんだこのロケきついぞおい全然のんびりした天気じゃねえな。あ、いけるかも。全速力で走ること7分。うわすげえな。間に合った。間に合いましたね。次はもうカニタに行きますか。当たり前じゃないですかね。宿を見つけましょう。次は2つ先、出発の時から宿がありそうだと踏んでいたカニタ駅へ向かいます。まもなく夕方5時。宿すんなり決まるといいですね。綺麗だわ本当。本当こんなずっと海。で湾内だから波が静かですね。そうですね。綺麗だな。ねえ。夕暮れの陸奥湾を眺めながら蟹田駅へ。ホーム2つあるもん。ほらすごいじゃん。ホーム2つあれば大したもんだよ。急行も止まる駅、宿期待できそうですね。車内にオーストラムの音。すみません、ゴーサワから参りました2枚です。ゴーサワ、はい、190円、620円。はい、ありがとうございました。ちなみに次が蟹田から先へ向かう最終列車です。急に都会に来た感じですね。そうですね。あれは運転さん、これどこ行くバスですか。旅館に行くバスじゃない。旅館に行くバスじゃない。路線バス。路線バス。あ、なんかその路線の近くにいい旅館ありますか。オーストラリア。これでも行けるんですか。途中までですね。途中のバス停からそのフロッシュ温泉歩いてどのくらい。いいですか。ごめんなさいね。素敵な聞き込み情報。いそいそとバスへ。ここに中村旅館あるよ。川のそばに中村旅館。ありがとうございます。蟹田駅の近くにも宿があるようですが、バスは出発。これはこのピンクに引かれたんだよ。ここ中村旅館バスよ。理由それだけですか。まさか乗ってみたくなった。ここは佐々木旅館って岩流さんってね、岩流さんのやつ。ここ泊まるけど、ね、結構いるんじゃないか。バスは海沿いの道をぐんぐん進みます。景色じゃないですか。田中アナ、あなたの不安がこっちに伝わってきて肩を掘ります。バスに30分も乗っちゃいました。はい、何がおすすめですか。プロフィッシュ温泉のお湯加減が大事なことです。どうもすいませんでした。お邪魔しました。すっげえとこ来たな俺宿は歩いて 4,5 分のはずなのですが、待って、どこ。 JR 津軽線聞き込み旅。
蟹田駅からバスで30分、黒串温泉へ。待って、どこ？あ、でも、あ、あった。はい、不老不死。それでは交渉お願いします。こんばんは、すいません、あの、お部屋ってちなみに空いてますか？あの、ちょっと、あの、温泉の具合がちょっと悪かったんで。あ、そうでしたか。わし、ありがとうございました。はい、行きますか。結果はダメでした。なんか温泉壊れちゃってるみたいね。温泉が出ないんでっつって。残念。不老不死の温泉がね。どうしましょう。でもここに取り残されるよりかは蟹田に行った方がいいですよね、うん、戻っちゃう。戻りますか。あ、あれ同じ人じゃないですか。笑ってる笑ってる笑ってる。こんにちは。行ってきたよ。どうしましょう運転手さん。どうする、止まるとこないよ。時刻は午後6時過ぎ。蟹田駅付近にも宿はありそうでしたが。運転手さん、中村旅館を目指してください。バス停もありますが、沿線であれば降りたいところで止まってくれる地域密着型のバス。はい、はい、すいません、なんか迷惑かけましたね。あ、あった、中村旅館。うわ、こんな目の前に止めちゃう。うわ、すごい工事のあれ。大丈夫かしら。超駐車場いっぱい。どうも、どうも、またお目にかかりたいですね。また、これも気まぐれ旅ならではの触れ合い。いざ中村旅館へ。なんか工事の人の靴がいっぱい。すいません、あ、こんばんは、お部屋空いてますか？今日いっぱい。今新幹線の工事でどこもいっぱいなんですよ。そういうことか。はい、あ、だから作業員の方が。そうなんです、もうほとんど全部。なるほど。とんでもございません。すいません、ご迷惑しました。止まるとこないですよ。本当この番組始まって以来の宿なし。いや、とりあえずあそこ聞きに行きましょう。佐々木さんとこ。こういう想定外。ほんと参ったな。時刻は間もなく午後7時。うわあ、夕日が綺麗。佐々木旅館は川のすぐそばに。聞いてみましょう。こんばんは。すいません。突然なんですけれども、2部屋空いてたりしませんか？今日はいっぱい。わかりました。ありがとうございます。残念。どうしましょうか？下りの最終、普通列車は行ってしまったため先へは進めません。こんばんは。父さん、地元の方ですか？あ、もうこの辺旅館はもうないですよね。佐々木旅館も中村旅館も行ったら。そうですね、ないです。予約いっぱいだったんですよ。もうないですよね、宿泊施設は。この辺りホテルったらどこまで帰らなきゃいけないですか？あ、無理ですね。うん、蟹田での宿泊を断念し、上り列車で青森駅に戻ることに。なんかご飯が美味しいとこってありませんか？蟹田の川沿いで、すぐのところに。蟹田川越えて、すぐのとこ、うん、佐々木旅館とかあるとこですか？の、ええ、隣、ね。の隣？ね、丸八さんっていうか。丸八？ね、なるほど。それでお食事はできますけどね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。丸八だね。青森まで帰りますか。じゃあ時刻表を見ると、特急は21時も。
青森駅に戻る列車は残り2本。午後7時52分と午後9時の特急、どうしますか？名所登録ちゃんと蟹立てしないとあれじゃないですか？戻る？うん。あ、佐々木旅館の向こうまで。うん。蟹田の方で。もう少し駅前で聞き込みするようです。あのこの辺で、ええ、なんか食堂みたいなとことか。ないもんな。俺の食堂ないもんなあとな。ないですか。困ったらな。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。結局川を越えた丸八へ。頑張りすぎなんだって。もう5個も登録したんだよ今日。じゃあ太蔵さん一人で青森帰ったらどうですか？もうなんかめんどくさいんですけど。バスで往復してんの太蔵さんのせいですからね。確かに。でもどっちもそのケースになったと思う。やめてくださいよ本当に。その店はやってるんですからね。ちなみに分かんないです、行ってみないと。何回やってんだ本当に。まあいいじゃないですか、めったにできる経験じゃないですよ。丸八空いてるといいですね。ちょっと暗くなったね。もうすぐ午後8時。駅から歩くこと12分、再び蟹田川越え。